はい、ごきげんよう。今回はですね、田中咲先生との対局をお送りいたします。両方とも居飛車の戦いになっています。最初から乱戦模様ですね。こちらの角換わりが拒否されてしまいまして、どうなったでしょうか。ご覧ください。はい、ごきげんよう。ということで、指導対局いきましょう。よろしくお願いします。さて、動画撮れてますかね。撮れてます。大体もうあれですね、角換わりが得意だっていうのが出てるので、角換わりしてこないですよね。多分避けてくるんじゃないかなと思ってるんですが、歩は挨拶し合っこということで、端歩はきちんとつきましょう。はい、なんとも、ですよね。絶対避けてくるんだろうなと思ってたので、現時点でこれ歩をついてしまうと角が上がってくるんですよね。ですので、一旦こちら取っとい、上げておいてからつかないと、5筋がまずいんですね。歩が破られてしまうので、有利になってしまうんですね。で、まあ取るしかなくて、取って、飛車の位置をどこに引きましょうかという話なんですが、引いておきましょうか。できれば角交換したいんですけどね、させてくれないんだろうな、これ。まあ、矢倉に組むのか、最終的にだから、そうですね、頭の歩を上げてくると思うんですね、これ。で、矢倉に組んでいくか、銀を上げてくるかだと思うんですけどね、最終的にタイミング見て多分、角筋を上げてくるんじゃないかなと思いますね。ポイントはそこ一つタイミング、角筋、いつ向こうが上げてくるかじゃないかな。こちら腰掛け銀を狙ってちょっと行きたいなと思うんですが、銀で来るのかな。一旦まず金を上げておきたいですよね。で、まあ、ですよね。対策はこれできるのかな。
頭に、あの、角の頭に振って、まあ、歩の交換をしてっていうのも考えては、飛車の、そうですね、頭に歩を打ってっていうのも考えてるんですが、ちょっとそうですね。どうしていますかね、これね、一回下げますか。弱気すぎるのかな。取るしかない一手で、7分無理があるかな。引くしかないですね。取りましょう。とりあえず。で、そっちを選択されるんですね。良くも悪くも小瓶を開けといて損はないと思うので、一旦これで収めましょうか。多分角で向かい合う形になるんですが、どこかで、そうですね、角を、そうですね、香車の方に、端に出たいなって思うところなんですけどね。さすが、強いですね。5分。はいはいはい。
これだと面白くないだろうかな。困りましたね。ああ、王様先に一つ逃げとくべきなのかな。一つ寄っておきたかったですけど、この形になった時にあれなんだよね。うーん、そうだよな、端歩も突きたかったんですけどね。一回これ寄っていきましょう。渡しといて構わないと思うので寄っておきたい。仕掛けてきてくれないかなとは思うんですが、ですよね。で、関心があるか。三分。うまく丸め込まれてる感じがありますね。こっちから行きますか。2分30秒。2分。
速度的に間に合うのかな。時間がねえな。うん、だよな。さすが。さすがプロ。見抜いてるよ。1分30秒。はいはいはい。で、どうするかな。今しか攻め筋がないんだよな。1分。時間ね。あー、やってしまった。時間がないとこれだね。30秒。しゃぶってきて、上がって上がって、どうなる。20秒。何するんですか。首を預けました。ありがとうございました。強いですね、やっぱり。解析いきましょう。というわけで、まあ、3段以上は、まあ、毎回出てるのかな。若干不安定ですね。というわけで以上です。一旦離れます。はい、それでは田中咲先生との対局を振り返っていきます。グラフを見ていただくとわかるんですが、そんなにひどい手は指していないんだと思います。とはいえ悪手が3回ありますので、まあそれを咎められて悪くなって、局面悪くなっていったんだと思います。で、コンピューターの示す注目の一手ですね。見ていきましょう。と、局面はですね、銀が6八に上がったところですね。ここは示せばいいのかな。うん。で、この手に対して、まあ局面ですね。まあ、7六飛車と回る攻めを、まあこれ、見せてるんですね、こちらは。で、まあ、ここでですね、6六歩とついて、まあ、飛車の頭に歩を打たれて、で、こっちに回ってっていう風に攻めていくんですけど、うまく、これ、そうですね、返されてしまうんですね。守られてしまうんです。で、じゃあコンピューターですね、どう判断してるかというとですね、ここからですね、一手王様寄ってから、歩を打たれてこう回るべきだというふうに言っています。で、6六歩、同歩、5七金に、
まあ、8六に歩を打って、6六金から8七歩と回るんですけど、こうなるとですね、先ほどの局面とは違ってですね、比較的守りの連携が取れていない形になっているので、まあ、先ほどの局面よりは良いのかなと思います。ただそれでもちょっとそうですね、局面こちらに不利という数字がありますので、まあちょっとそうですね、指し方を考えなきゃいけなかったのかなという課題は残っていると思います。以上です。というわけで、攻め筋をなかなかうまく作らせていただけないという厳しい戦いの将棋でした。はい、まあそうですね、なかなか積みの感覚とかがまだまだ戻ってきていないので、まあ、継続して研鑽を積んでいきたいと思います。以上です。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録ボタンとグッドボタンをお願いいたします。それではごきげんよう。